大丈夫。分かってんだよね。いいよ。全然じゃ。それだけそれでも。こんにちは。今日初の企画、私こんな髪型好きなんですということで。イエーイ。まあ趣旨は各個室があるのでマネキン1体持って、私が推すメンズのヘアスタイル女受けっていうタイトルでかっこいいスタイルを作っていただきたいなと思います。それでは始めます。よし、スタート。うわー、こうやってんの。杉村さん、スタイルも決まってますか？はい。おお、はい。あなたが思う女の子を受けする男性ってどんな人ですか？清潔感のある。清潔感。爽やかな男性。爽やか男性です。めっちゃ一緒だね、それ意味。清潔感って爽やかだもんね。ああ、清潔感のある男性です。おお、楽しみにしてます。さあさん、こんにちは。こんにちは。今日はどんな感じのスタイルをイメージしてるんですか？未定です。はい、じゃあすぐ決めてもらっていいですか？はい、今日どんな男性がタイプなんですか？じゃあショートが好きです。ショート、もうほぼ決まりやん。じゃあ今日はもしかしたらショート見れるかもかもしれない。かわいい。じゃあ切ってすぐ。こんにちは、ゆじさん。こんにちは。こんにちは。今日はなんかもう決まってたりするんですか？はい、大丈夫です。私が思う、はい、かっこいい髪型。あ、そう、はい、自信あります。自信ありますか？はい、自信あります。今まで結構そういう髪型切ってきたんですか？はい、一番好きな髪型。一番好きな髪型今日見える、はい、1位取れそうですか？あ、1位全然余裕です。おー、しゃくりありがとうございます。お願いします。行きましょう。ちょっと慣れてるんだけど。違うぞ。真剣にやるやつですか？真剣だった。今日はどういう感じで作っていきますか？はい、まあ、流行りのパーマスタイルでいいと思います。短めの、はい。水さん、今日はどういう感じで、はい、今日はもう爽やかなショートスタイルです。ありがとうございます。ありがとうございます。朝、会社事情って、ああ、個人の質問なんですけど、今日はどういう感じでいきますか？清潔感のあるクールな髪型です。おお、危ないし。すみません。やだ、見ないでください。ヒロミのスタッフにさ、はい、キレたことある？え、私ですか？キレたこと？草ちゃん、キレてるとか。いや今日キレました。今日キレました。いや、怒りますよ。怒るんだ。怒りますよ。角生えるぐらい。綺麗。すごい。結構攻めてるね。一番多いんだもんね。そうです。
え、マジでショートばっかりだ。ショート得意ってすごいよね。ショートばっかりで、パーマは本当にいない。メンズだってショート得意っていう人しかいない。ショートが一番いいんですよ。ありがとう。うまいんだろうな、カリウリが。すごいね。これ、こういうスタイルの人多いんだ。総ばさみ、総ばさみ。えぐ総ばさみの人、好きです。すごい。俺も撮ったから。技術好きだ。うわぁ。ほんとについてんのそれ。ついてんの大丈夫です。すげぇ。めっちゃ綺麗ですもん。あちょっとすいませんって言うから俺の TikTok やね、はい、バーバーガールのしんちゃんすごい混ぜるんだ確かにちょっとこれあなんで混ぜるのこれ混ぜるとめっちゃかっこよくなるそうなんだパリパリになりすぎジェル優しいジェルみたいな優しいジェルになるんだかっこいいいつもつけるんだこれいつもあ、これ得意パーマなのこれですか V 多めだって、V 多め全部得意です得意カメラ見てください、はい、すごいすごいお願いしますまさきまさきすごい、マジテンションみたいにかけるねこすごいこんな感じでるあ、なんか字を言うとんねんいいかもしれないお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。出ましたね。はい。ヘアスタイル名は。ヘアスタイル名。はい、スーツでも。はい。私服でも。はい。かっこよく決まります。爽やかショート。おお。こういう名のヘアスタイル。ポイント。ポイント。教えてください。ポイント。ポイントは、ここの、はい、なんだ、この、前髪の横。うん。ここをちょっと私はいつもスリムに切るんですけど、ここがスリムだと多分他の人が切るよりも1週間持ちがいいです。あらまあ、すごい。それやっぱ違いますね。受けるショート。はい。水木さんしか切れないショートですね。そうです。私のこだわりポイントなんで誰も真似しないでください。かしこまりました。お願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日一番長めのスタイル。切ってくれました、はい、スタイル名は爽やかは清潔感があるスタイルしたセットアップとかでもうまく決まる髪型いやつまりスタイル名は絶対多分大人の、うん、大人の色気をあの最大限に引き出したかっこいいスタイルですありがとうございます大体年齢層的にはどれぐらいの層に向いてる髪型ですか20代前半から40代後半まで結構いけるね40代後半までいけるいきますいけるですね今日のこだわりポイントは毛流れこれは何で作ったんですかアイロンでアイロン他にポイントありますかちなみにポイント他に欲しいって言うなら私ここだけは見てほしいんですここ生え際生え際ということでじゃああとここのボリュームボリュームボリュームねあの絶壁の人でもふんわりおお1位取れそうですか必ず取りますおい楽しみにしますお疲れ様ですお疲れ様ですはい唯一はい何しましたパじゃあヘアスタイル名じゃ聞いておきますかヘアスタイル名は、はい、名付けて名付けて朝時間がない人パーマはいイエーイイエーイいいねかっこいいねありがとうございますいや今日こだわりポイントこだわりポイントは直毛の人もパーマかけたら一瞬でセットが決まりますまあ短くてもちゃんと動きが出せるようにツイストですありがとうございますパーマは得意なんですかはいこれやりたいですねお客様にいっぱいはいよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございますお疲れ様でしたお疲れ様でした
どうですか、それぞれ作品見てどう思いますか。じゃあ常川さん、この作品はとってもかっこいいです。はい、じゃあ美月さん、これはあ、何ありくみなくさん、これはいや、もう一番素晴らしいぐらい。あ、仲いいんだね。パーマもできるし、アイロンもセットもできるし、センターパート、パーマスタイル、ショートスタイル、意外とレディースがやるって意外なスタイルも多かったけども、一番いい作品をコメントでいただけたらなと思います。これ一番多かった女性スタッフさんは、なんと豪華焼肉セットが贈呈されますので、コメントがなしの場合は、監督の横倉さんがご飯いただけるっていう流れになってますので、ぜひ、コメント欄で、誰々が良かった、誰々一番ってコメントいただけたら嬉しいです。では、今後のバーバーガール、よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。慣れてんな。女性社員多数在籍、いっぱい休めてがっつり稼げる、仲良く楽しく熱く働けるヒロ銀座で待ってます。イエーイ。